大阪港サキストンネルは、大阪府大阪市港区の大阪地区地区と、住野駅の大阪南港地区にある人口島、サキスを結ぶ海底トンネルである。1997年10月17日開通。港湾法に基づく港湾施設の一つ、大阪市港湾局が管理する。大阪市中心部から南港地区への最短経路となり、 本町2や中央台通の延長線上に位置する。鉄道では大阪メトロ中央線の大阪港駅とコスモスクエア駅の間でこのトンネルを通過する。トンネルは人前箱を海底に沈める人前広報で建設された。人前広報のトンネルとしては日本初の道路鉄道併用トンネルで伏線の鉄道線の両側を角に車線の道路が通る構造になっている。 全長は、道路部分が2200メートル、鉄道部分が2400メートルある。近年、東南海地震、南海地震が発生すると、トンネルの賃米箱接続部が損傷する恐れがある、ことが判明。耐震補強のため、賃米箱同士を後半で連結する、対策工事が2009年から始められている。大阪市港湾施設条例により設置された、臨港道路として、 管理を指定管理者に委任している。普通乗用車、普通児童二輪車、大型児童二輪車の通行料金は100円10月1日より200円から、値下げで、大型車は400円だったが、2013年10月5日に土日祝、年末年始が無料化され、2014年10月1日に全面無料化された。カード式の回数券のみあった。歩行者、 軽車両 125cc 以下の二輪及び原付危険物積載車両は通行禁止である。道路は港区側では港通に接続し約500メートル東で海岸通りとも接続し、隅の駅側のトンネルで入り口はコスモスクエア駅付近にある。また、このトンネルを走る大阪市営バスが2014年3月31日まで存在していた。現在は 南海バスが平日11本、土日祝日25本運行されている。大阪港サキストンネルの通行回数券を約1万千枚に渡り紛失していたことが当時運営管理していた大阪港トランスポートシステムの内部調査により2009年2月16日に発覚した。また、同回数券の利用実績が販売実績を上回る異常事態も起こっている。 トンネル管理事務所の当時の所長で販売管理担当をしていた元社員の男性が横流した疑いがあり、同社はこの元社員を業務上横領で告訴した上、約2億円の損害賠償を求め大阪地裁に訴えを起こした。ありがとうございます。